こんにちは、粟田洋介です。今日はこの黄色い T シャツに絵を描いていこうと思います。この黄色、結構色合わせのしづらい色だと思うんですが、ちょっと色の話なんかもしようと思います。で、いつものようにこの T ペンっていうもので絵を描いていきます。黄色にも色々あるんですが、これはバナナっていう色です。まあメーカーさんによって呼ぶ名前はちょっと違うと思うんですけどね。今日は色の話を少しずつさせていただこうと思うんですが、なんか私がいつも感覚的にやってることをちょっと私なりに色彩理論を取り入れて理屈で説明させていただこうと思うんですけど、それは私の理論ということでご了承ください。はじめに描きやすいようにボールをこの中に入れていきます。こんな感じですね。 T シャツをピンと貼ります。キャンバスをボードに貼るような感じですね。そうするとずれにくくなって描きやすくなります。色の組み合わせには目がチカチカする色っていうのがあります。例えば黄色に青とか紫っていうのを持ってくるとちょっと目がチカチカすることがあります。今私が着ているこの紫とこの黄色だとこういう風にしてもあんま目がチカチカしないんですけど、それは同じ黄色と紫でも色の濃さとかちょっとくすんでいるとかそういうのによっても変わってくると思います。それをどの種類がどうのっていうのはちょっと私はわからないんですけど、その色の組み合わせを見れば大体わかります。黄色と紫っていうのは反対色です。で、反対色っていうのは目がチカチカすることがあります。その反対っていうのはどういう意味で反対かっていうと、色には何を混ぜても作れない原色というものがあります。ご存知の方も多いと思いますが、その原色っていうのは赤、青、黄色です。そんな説明今更聞かなくてもいいという方はスキップしてください。これは原色なんですが、この原色同士を混ぜると、例えば青と黄色を混ぜるとグリーンができますよね。それで赤と黄色を混ぜるとオレンジができます。赤と青を混ぜると紫ができますよね。で、この色の反対側に来ているのが反対色ということになります。黄色の反対側に来ているのはさっき言った紫です。で、青とオレンジ、赤と緑ですね。赤と緑は目の検査でも使います。あの目の検査をしてるときはなんかチカチカして見えますよね。でもその濃さっていうか、なんか合わせていくうちにチカチカしなくなってくるじゃないですか。絵を描くときも微妙な調節をすると反対色でも目がチカチカしなくなるんですけど、あの目の検査の原理と色合わせの原理が同じかどうかちょっと私には分かりません。でも要するに反対色は合わせづらいんだけど、工夫次第で絶対に合わない色ではないし、逆に言うとお互いの色が引き立ち合ってすごくいい色の組み合わせということにもなります。なので私は結構反対色の色合わせで絵を描くのが好きです。ただ私が描いてる手書きの T シャツは同系色のものの方が需要が多いので、私は結構同系色を多く使って描いています。そんなわけで今日は同系色を使いながら、ちょっとその反対色みたいな感じ、そういったものを少しだけ使ってみたいと思います。とりあえず蛍光バイオレットっていう色でバナナ色の上から線を描いていこうと思います。 T ペンは他の動画でも説明しているんですが、線で絵が描きやすい画材です。じゃあちょっと線画を描いていこうと思います。この部分をつまんでインクを絞りながらって描きます。なんかいい加減に描いちゃったで、この力の入れ加減、あとこの当てる時の力加減ですね。それでスムーズさが変わってきます。こんな感じ、こんな感じです。あ、こんな感じですね。今度は比較的合わせやすいこの黒を使っていきます。黄色に赤っていうのもすごく合わせやすいです。ちょっとこうやって筆も使って描いていきます。このバイオレットとこの生地の T シャツの色、割といい組み合わせだと思うので大きく塗ってしまおうと思います。
この筆は塗って塗料が少なくなってくるとこういう感じにかすれてくるんで、それを利用してこんな感じに描いています。濃く塗りたいときは塗料を多く塗ってちょっとこう伸ばして、薄くなってきたところで塗って伸ばしてこんな感じにしています。ちょっとここで使った赤、結構赤が余ったので、ここに余った赤を開けといて、この赤をちょっと取って塗っていくこともできます。でまた余ったらここにってやって描いていきます。ここが突っかかってね、引っかかって描きづらいときは、私はこの部分を押さえて、それでなるべくこの力を抜いてスーって描いていきます。でここがまた突っかかったら上から下へ描くとか、失敗した場合はこんな風にしてごまかしてしまいます。するとね、ここからまた引っかかりやすい新しいアイデアが生まれたりします。こう黒く塗ってごまかしちゃうってこともできるんですけどね。ではここまで紫、黒、赤の3色で描いてったんですが、ちょっとここ黄色に黄色っていうのを使ってみようと思うんですが、この黄色で描くと黄色って感じでちょっと出ると思うんですけど、もうちょっと目立った黄色を使いたいので、この蛍光イエローをちょっと足していこうと思います。かなり目立ちます。普通の黄色も使っていきます。色とか絵柄の他にも T シャツを描くときに私が気をつけていることがあるんですが、それはこの絵の位置ですね。ここが T シャツの真ん中なんですが、わざとずらして描くこともあるんですが、こういう絵の場合はちょっと真ん中に来てた方がいいですよね。ここのところをなんかちょっと描くといいかなって思うので、ちょっと描いていきます。何かちょっとここに赤いの垂らしちゃったんで、ちょっとここでごまかしましたが、まあハンドペインティングなので、ちょっとした汚れはまあいいということに私はしています。ここにグリーンを使ってみます。これを描いちゃったおかげでなんか物足りなくなりました。今ちょっと黄色をね、小さく散りばめて、なんか全体的に黄色を広げています。これでいいかな。こんな感じの T シャツの絵が完成しました。まあ今日はちょっと色のお話をさせていただいたんですが、色合わせで役に立つのは自然のものを見るといいと思います。例えば朝焼けとか夕焼けを見た時によく見るといろんな色が混ざってます。その隣り合わさった色を見てたりすると、こういう色が合うのかって思ったり、あとは自然のもの、熱帯魚とかお花とか
そういったものに入っている色の組み合わせっていうのは自然のものですごく合っています。そういうものを参考にすると間違いないと私は思っています。で、別の日にもう一枚黄色の T シャツを描いたんですが、こんな感じの絵で色も黒、赤、黄色の3色のみを使いました。これは薄いグリーンで、こういうのとかこういうのとか、ブルー系の同系色ですね。あとこれ今日描いたんですけど、こんな感じのものを最近描いています。ということで今回の動画は以上です。このチャンネルではアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い動画を作っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。またこの動画が良かったと思った方はグッドボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。